三草山は、兵庫県加藤市城三草にある標高423.9メートルの山。水東城湖県立自然公園内に位置し、原平の戦いである三草山の戦いで知られる。山口からの三草山登山道都省は地、標高423.9メートル。張りましょう富士とも呼ばれる。1184年、源義経が、 平助森を夜半に襲撃した三草山合戦の戦場となった山。三草、畑、可能起点とする三箇所の登山道が整備されるが、山頂までは前後ルートあり、最短で登れる畑コースで約45分用。山頂には京都北の天満宮から誕生した三草山の神社が鎮座する。山頂からは淡路島、赤石海峡大橋、最高寺山。 滝連山などが遠望できるほか、1980年の社長誕生25周年に設置された約1メートルの同性の方位板が設置され、全方位の地理が確認できる。2019年に入り、この方位板がずれていると指摘する声があり、試職員ら2人が同年10月に調査をしたところ、2015年に東南騒ぎがあり、山中で発見されたが、 復旧工事の際のミスでずれた可能性や寒暖差、風雨の影響で銅板が伸縮した可能性などが指摘された。山口登山口 ABC、兵庫ツーリズム協会3草さん。2020年6月14日閲覧。ABCD、加藤市観光協会3草さん。2020年6月14日閲覧。3草さん火災市観光町づくり協会。 2020年6月14日閲覧。AB、三草山山町の包囲板が釣れてる加藤市職員が調査。結果は、神戸新聞ネクスト2 0 2 0年6月14日閲覧。ありがとうございます。